これは AI テキスト読み上げ機能です。今回は2024年5月に発表されたパワーディレクター365の新機能 AI 音声読み上げの機能について解説検証していきたいと思います。ナレーションなどの別の人の声で読み上げさせたいなんてことがありますよね。まあ、最近特に多いと思うんですけども、そんな時に皆さんどうしてますか？別の有料ソフトなんかを使ってますかね？はい、このパワーディレクター365のテキストに文字を入力して、それに対して発音するキャラクターを選んで生成ボタンを押すだけ。もう簡単に、もう本当に簡単に読み上げしてくれちゃいます。はい。このパワーディレクターは動画編集ソフトですよ。このソフトの中でこんな機能をほぼ無料で使えてしまうなんてっていうことなんですよね。はい。まあ、別のボイスチェンジャー関連の動画をちょっと作ろうとしていた矢先にですね、まあ、この情報入ってきたので、で、どこにも情報載ってなかったんですよね。なので、まずはこの AI 音声読み上げ機能の、まあ、基本的な使い方と性能、これを検証していこうと思います。はい。はい、この AI 読み上げ機能が使える対象のシリーズですね。公式の製品比較表にもまだ反映されてないので、はっきりしたことは言えないんですけども、はい、パワーディレクター365の最新情報ということで、まあ、メールで通知も来てますし、少なくともパワーディレクター365では使用ができます。公式サイトの製品比較でそのうち更新はされると思います。それでは始めていきましょうか。まずは、このバージョンですね。パワーディレクター365のバージョンを確認していくと、はい、今2024年の5月19日時点で、バージョン 22.4.2909.0 ですね。まあ最新だと思いますけども、このバージョンの確認をしまして、ではテキストを追加しまして、そうですね。登録したい言葉ですね。言葉を貼り付けして、まあこんな感じの文字を打ち込みまして、こいつを、読み上げさせたいということで、選択した状態でこのテキスト読み上げ、これをまたクリックします。そうすると、まあ、キャラクターが出てきてですね、こんなような感じで出てきて、今これ日本語が選択されてますと。で、例えばこれななみさんだと、デフォルトと陽気みたいな感じである、あるんですけども、これはい、これ日本語とても少ないんですけども、例えば他の英語とか見ると、例えばこのジェニーさんでもデフォルト、怒る、陽気、悲しい、友好的と結構種類がね、いっぱいあったり、人もいっぱいいたりするんですけどもね。はい、中国語も結構あるんですけども、日本語がちょっとね、まだ少ないですけどね、今後増えるのを期待してます。はい、まあここで性別とか、はい、このスピーキングスタイルですね、ここの下のところに表示されているデフォルト、陽気とかっていうので、まあ日本語はちょっと少ないんですけども、このような形でスピーキングスタイルを絞り込んでいくことができます。ユースケースですね。ユースケースは、まあ例えば教育とか物語とか広告とか、まあそのユースケースに応じて適切なものが選ばれるということですね。で、ここを押すとですね、サンプルの音声が流れます。ちょっと押してみますね。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるものあったら教えてですね。これ陽気の場合は、今週もお疲れ様、金曜日だし花金で乾杯しよう。こんな感じですね。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買って、スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるもの。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるもの。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるものあ。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるものあ。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるものあ。こんな感じの、声の質ですね。キャラクターがいますということですね。で、音声以外にも、速度ですね。速度を変えることができますね。スーパーに行ってくる。これをちょっと上げて。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるもの。ですよね。これ。スーパーに行ってくるけど。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるものあったらお。はい、こんな感じで速度を変えられますと。で、ピッチも変えられるみたいですね。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるものあ。スーパーに行ってくるけど、ついでに何か買ってくるものあったらお。こんな形でピッチも変えられますと。はい、これ見積もりで1クレジットとなっておりまして、合計で、文字数が、さっき入力した文字数ですね。この文字数が、
43文字ありましたよってことで、これ変換するのに1クレジット使えますということですね。今、私のここの表示で言うと、クレジットあと残り96ありますよっていうので、作成するごとに1クレジット使うってことですね。で、ここの、i マークを表示すると、詳細が出てくるんですが、1回で200文字、まで入力して 1クレジットを使って、作成ができますよということですね。ただしこれ、200文字未満でも、1クレジットは使われますよっていうことですね。なのでまあ なるべく多くというか、まあたくさんの文字を、作りたい場合はなるべく文字数を詰め込んで1回で1クレジットで、変換するっていうことを、していきたいということですね。でまあこの空白も文字数にカウントされますよっていうね、なるほど、そういうところもありますよってことですね。ここで注意点ですね。200文字超えてた場合ですね。200文字超えてた場合は2クレジットが使われますと。気づかずうちに文字が超えていると2クレジット差し引かれますのでご注意くださいということですね。はい。じゃあこれで一回キャラクターを選択して生成してみようと思います。これですね。今週もお疲れ様。金曜日だし、花金で。じゃあこれ選択しまして生成の方を押していきます。これ生成時間がそんなにはかからずにですね。はい。完了しましたので、これで OK を押しますと、生成された音声がですね、ここに作成されました。で、これ再生していこうと思います。パワーディレクター365では、AI 音声読み上げ機能を新たに追加しました。はい。このような形で、まあ、すごく丁寧な感じで読み上げてくれましたね。はい、こんな感じで生成ができました。はい、先ほどクレジットという言葉ができたんですけども、この AI クレジットですね、サイバーリンクの製品で、AI の機能ですね、ここら辺のやつは AI クレジットというものを消費して、ツールを使うことができますっていうことになったみたいですね。はい、まあ、で、どんなツールがありますかっていうことで、こんなような、AI の、機能ですね、機能のやつ、を使うときにクレジットを消費しますということですね。で、そのクレジットには2種類ありまして、まあ、この契約ですね、サブスクリプションとかを契約していれば、ボーナスクレジットということで、定期的に、クレジットをもらえると。まあ、もしくはそのクレジットを買ってもらうってこともできるみたいですね。で、このような AI 機能を使っていくってことですね。はい。まあ、このような機能があって、で、例えば、では、じゃあ、どのようにクレジットを入手していくかっていうことなんですけども、まあ、その契約している内容によって、ボーナスクレジットの数が違うということですね。はい。まあ、例えば、パワーディレクターの365とかであれば、月100クレジットもらえますよってことなので、100クレジット分は、その中で、無料で使うことができると。ただ、それ以上使いたいという場合は、クレジットを購入していくみたいな形になるってことですね。はい。で、クレジットを購入する場合は、まあ、50クレジットで1500円、100クレジットで2600円っていう金額で購入することができるみたいです。ただし、これクレジットの有効期限が購入日から1年というふうに有効期限がついてますので、ご注意ください。まあ、そのクレジットとは別に無料クレジットの獲得する方法もあるみたいですね。まあ、AI 機能を毎日チェックすれば無料クレジットがもらえますということでした。この無料でもらったクレジットは受け取り日から1ヶ月間有効みたいですね。はい。では、いろいろ、この機能を使って検証していこうと思いますね。まずは、そうですね。まあ、当たり前だとは思うんですけども、滑舌はどんなようなものなのかということですね。このような、ちょっと、滑舌良くないと喋れない言葉をいろいろ詰め込んでみましたので、これを変換していこうと思います。はい。速度でスーパーに行ってくるけど、この早口言葉で一回言ってみましょう。はい、できました。じゃあもう一回これで聞いてみましょうか。はい。東京特許許可局長、今日急遽休暇許可拒否。赤巻紙、青巻紙、黄巻紙、暴走車掌、車窓清掃中。山下社長、腹痛中、普通シチュー作る？桃も煮物も怠け者のものだけど、その飲み物を店のもの。はい。まあ、早口っぽくなりましたよね。まあ、読み間違いもないですし、素晴らしいと思います。
この200文字をつかむために200文字ギリギリまで、入れた、文章を作ってみました。はい。まあ、いろんな文字を入れてみたので、例えばカタカナだったり、英語であったり、あとは記号ですね。記号を入れてみたいと。これを変換してみようと思います。はい。こちらで生成していこうと思います。この生成時間も、マックス200文字入れたとしても、そんなにはかからないですね。今少し考えてるかな。はい。はい、完了しました。じゃあ聞いてみましょう。テキストの文字を読み上げます。句読点をつけたら少し間が空くのでしょうか。200文字までで1クレジット消費されますが、一文字だけでも1クレジット消費されるので、なるべく多くのキャラクターを入力したいです。200文字なら長い文章が作れます。AI 音声読み上げ、続いて記号。全角でアットマーク、半角でアットマークちゃんと言えたかな？ハッシュタグドルパーセント&一重引用符プラスどう？続いて数字0120789。まずは、まあ、気になったところは少し間が空くのでしょうか。まあ、基本的に間にしたかったですけどね。まあ、ここがまあというふうな感じになりましたね。で、英語のあれですね、発音はもうほぼほぼ日本語発音でしたね。クレジットって言いましたし、キャラクターっていうふうな形で言ってましたし、あと、この伸ばしみたいなもう記号は基本聞いてなかったですね。まあ、丸打ったところでちょっとやっぱり、まあ、感覚が少し開くような感じの印象は受けました。で、ここら辺はある程度言ってたんですけど、このぐらいの記号はほぼ発音してくれませんでしたね。ハッシュタグドルパーセント&一重引用符プラ。一重引用符。これ一重引用符って言うんですね。一重引用符プラスどう？続いて。はい。ここは一つも発音されませんでしたね。はい。で、ここのハイフも発音されませんでした。はい。そんな感じです。はい。続いては、こちらですね。はい。テキスト読み上げなんかをしたときに、読み間違いしやすい文字を、いくつか入れてみました。例えば、大人げ、大人気のクレープ、大人げとか読むとか、あとは、まあ、人類を人類と読むとか、郷ひろみさん、佐藤ひろみさんと読むか、だとか、あとは、お父さんをちちさんと読むか、まあ、ワールドカップを正しく読めるか、あとはですね、言ってと行っての違いですね。あと、イントネーションですね。この箸の3つを入れたんですけど、私も細かいイントネーションわかんないですけども、一応入れといてみましたと。あとは、生まれてだったんですね。生の卵、生き方とか読み方が違いがちゃんと発音できるか、ちょっとこれで試してみようと思います。今度は、男の人にしてみようかな。スーパーに行ってくる。これで言ってみましょうか。はい、では再生してみましょう。読み間違いしやすい文字。大人げのクレープを食べる人類代表の里博美さん。お父さんはブリューハイの試合中に東京に行って、その後特殊な業務を行っております。箸を持ちながら橋の端を通る。私は生まれてから毎日生の卵を食べる生き方をしています。はい、惜しかったですね。はい。まあ、大人気じゃなく、大人げ。あとは、佐藤ひろみさん。まあ、そうですね。あとは、ワールドカップ。まあ、ワールドカップは読めなくても仕方ないですよね。この書き方が省略してしまっているので。はい。なので、ここら辺は、正しく読んでもらえるように文字を入力した方が良さそうですね。一回作成してしまうと、もうこの文字の編集というのはできないので、なるべく、一回のね、作成の時に間違えそうだなと思ったところはですね、ひらがなにで入力するなどのですね、工夫しながら、間違えないように作成してもらった方がいいかなというふうに思います。最後は私、まゆが AI 読み上げします。話し方はしっかりしていますし、素晴らしい機能が追加されたと思います。今回はあえて間違えそうな文字だったり記号などを使用し、検証させてもらいました。AI ボイスチェンジャーの場合は、早口で録音するとしっかり変換してくれない場合もありましたが、 AI 読み上げは文字通りの言葉で発音してくれるので、その点は良いですね。今回はここまで。ではまた。
See you next time.